どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回は Mr.Children の Lost Time という曲を、語りたいと思います。この曲は、サウンドトラックスに入っていますね。新しいアルバムで、すごく短い曲です。で、まあ、僕このサウンドトラックスを聴いて、いろんな景色がこう曲によってね、見えると、言ったんですけど、まあ、この Lost Time 最初聴いた時はすごくね、車の中か、まあ、電車の中かっていう、この移動してるものの中にいる景色がすごく出てきて、まあみんなそこに行くからねとか、そういう言葉もあったし、歌詞もね。私、今回のそのアルバムのジャケットがね、こう木にみんな向かっていってるっていうのもあって、そういうのが連想されて、一瞬この曲がすごくこのアルバムの象徴になってるのかなと思っています。今もそう思ってるから、やっぱ聞いてて、このジャケットが出てくる、今は。だからみんながそこに向かうっていう、いつかはみんな、まあ、死ぬっていうことなんだけど、まあね、この物語の背景はまたそれとは違うんだけども、それをすごくね、匂わせるような感じの曲で、すごく重要な曲なのかなって、アルバムにとってはね、が思いました。まあ、決してそのアルバムのこう先行曲みたいな感じではないんですけどね。さらっとして、まあ、カップリングのようなさらっと感があるんですけど。やっぱミスチルのすごいところって、まあ、こういう曲も書けちゃうところなんですよね。だから本当、いろんな種類の曲を生み続けているっていうところがね、やっぱりすごいです。で、この曲のやっぱあれですよ、奏で具合が何たって懐かしさを 出してくれるんですよね。ああ、懐かしい感じするなって、なんか、ギターのね、音がすごくね、心地いいんですよね。そんな感じです。はい、というわけで今回の虹色音声はこの辺で終わりたいと思います。